おはようございます。直木賞作家の今東光が参議院全国区に立候補したとき、選挙事務長を引き受けたのが友人の川端康成だった。ノーベル文学賞を受賞する数ヶ月前のことである。当選が決まった直後の弁が当時の文藝春秋にある。有名人候補が頼りにするのは組織票というより浮動票だが、その呼び名に川端は噛みついている。有権者に無礼極まる、無神経極まる言葉であり、自由票、あるいは自主票、独立票と改めるべきだと。支持してくれた人への敬意なのだろう。さて、目下の自民党総裁選でいうと、自由票、自主票に近いのは、全国の党員、党友による投票であろう。国会議員票と違い、派閥の論理に必ずしも縛られない。しかし、そんな自由さを怖がっている人たちが、党の中枢にはいるようだ。党員らには投票させず、国会議員中心の総裁選とする案が有力になっている。コロナ対応の中、政治空白を避けるためという。次の内閣まで責任を果たすといった現首相をはじめ、副総理、閣僚は恐るべきではないか。自分たちの存在は空白なのかと。外野からとやかく言いたくなるのは、政治が面白くなってほしいからだ。党員票を獲得すべく政策を掲げ、説得に力を尽くす政治家たちの姿が見たい。現首相のお墨付きがどうとか、派閥の支持がどうとかではなく、票が読めなくなるような政策論争よりも、派閥の頭数を数える方が楽。それが党重鎮の方々のお考えか。楽々と数えられてしまう議員の皆さんも、よく考えた方がいい。今日も一日、笑顔に努めてまいりましょう。いつもご視聴、高評価ありがとうございます。何万打仏。